イレーネ・グランディは、イタリア中部、フィレンツェ出身の歌手。これまでに500万枚以上売り上げ、トップ10入りのアルバム9枚、シングル10枚のシングルの記録を持つ。スペイン語、ドイツ語、フランス語、インド、アフリカといった多言語での歌唱、デュエットを行うことでも有名である。1993年に歌手デビューし、翌1994年のサンレモ音楽祭の新人部門に、Fuoriという曲で出場した。その後しばらくして、エロス・ラマゾッティやジョバノッティが書いた TVB やSposati subitoなどの楽曲を収録した最初のアルバムを出した。1995年には、In vacanza da una vitaやBum bumが入った2作目のアルバムを出した。その後、Se mi vuoi, Per fare l'amore、Buon compleanno、Prima di partire per un lungo viaggioを続けて発表。2000年にはサンレモ音楽祭でバスコロッシと共作したラトゥアラガッツァセンプレで2位に入賞した。2009年にはウィンドミュージックアワードを受賞し、2011年にはサンレモのヒット賞を受賞した。2010年の第60回サンレモ音楽祭にラ・コメタ・ディ・ハレで、2015年にはUn vento senza nomeで参加した。2020年のサンレモ音楽祭にフィナルマンテイオという曲で参加した。アルバムス、ありがとうございます。